こんにちは、ミッドウェストの村井です。久崎です。佐藤です。お願いします。よろしくお願いします。はい、ゴールデンウィーク真っ只中ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、今回はちょっとラフな動画ということで、ゴールデンウィークなんで、まあ、僕たちスタッフの購入品紹介を久々にやってみようかなと思ってますね。なかなか紹介する機会なかったですね。なかったですね、はい、ということで、ちょっとこの4月5月で買ったものをご紹介していきたいと思います。じゃあ僕からまず言っていいですか。はい、はい、お願いします。僕はまずこちらですね、セントマイケルのラブ T シャツ、うん、ついに最高の T シャツに出会っちゃったなって感じしてます。めちゃめちゃ可愛い、はい、まあ、まずはこのラブ、これに一目惚れですよね。可愛くないですか。でも後ろはまあまあハードなグラフィックっていう。個人的に一番お気に入りポイントはやっぱこの生地とシルエットですね。いいよね。はい、なんかこの程よく硬さがある、このまあやっぱこのヴィンテージスタイルならではの手法のファブリックというか、でそれに対してやっぱこのストリート感のあるシルエットっていうのがもう完璧でしたね。僕 XL で買いました。ミッドウェスト L、XL、XXL の展開なんですけど、 XL がいっちゃん収まり良かったですね。まあなんか柄でも変わりそうな感じはしますよね。そうですね、うん、もうほんとこれ買ってからもう T シャツ全部セントマイケルがいいってなってるぐらい、なってる、気に入ってます。お客様と一緒だ、はい、なんであのフェードブラックのやつも欲しいんですよね。ぜひ、はい、よろしくお願いします。1枚、2枚、3枚と集めたくなるブランドですね。でセントマイケルは他も買ってるんですよ。え、まあ、このラブのジャケ買いもそうですけど、この靴下もジャケ買いですね。すごいですね。セイントアイソックス、これ3000円くらいセット、いえ1個ずつです。1個3300円ですけど、初め黒かったんですよ。でこれも生地めっちゃ良くて、ふっくらしてて、ね、履き心地良すぎてミッドウエストというやつから全色いっちゃいましたね。もうこの柄やばくないですか。それ何なの。まああれじゃないですか、そのカルト集団的な、なんかそういうちょっとこう神話的な、こういうやつ、あ、そうですそうです、気候法のやつ、うん、なんとかって話のやつですね。そして、はい、あとはまあこれですね、ミッドウェストディレクター手掛ける603の素晴らしい、素晴らしいです、はい、リメイクジャンプスーツです。あれ、これ38,000円です。で今回僕、まあ、一応テーマを設けて買い物してみました。あ、そうだよ、はい、バードローグをフレッシュにっていうことで、ちょっと持ってないテイストの洋服を買おうかなと思って、まあ、セントマイケルもそうですね、うちにあるデザイナーズの T シャツとかもうありそうじゃないんだよね。ね、クリーンなタッチの T シャツが多かったんで、少しこうヴィンテージ調のやつで新鮮さを出したりとか、つなぎなんて、まあ、持ってないし着てる人もなかなかいないじゃないですか、うん、っていうのでやっぱりおしゃれかなっていうのと、まあ、オールインワンジャンプスーツっていうぐらいの、もうこれ1個で完成するじゃないですか、ね、T シャツ中に着てレイヤードしたりとか、ワイドパンツっぽくも使えるし、着てて気持ちいいもんね、古着だから。そうですね、まあ、これもデッドストックのジャンプスーツをディレクターが集めてきて、こう1回こう黒に染めてちょっとこうモードな演出とか、こうジッパーつけてリメイクしたりとかって、ちょっと他ではないような遊び心も満載なんで、なかなか可愛いかなと思ってて、これからガシガシ着ていこうかなと思っております、はい、という購入品紹介でした。じゃあ、持ってきましたよ。いっぱい買ってそうですね。いやいやいや、ただかさばってるだけですね。まずはでもよく着てますもんね。そうですね、この購入品紹介一番お気に入りじゃないですか、これ。え？一番のお気に入りじゃないですか。あ、これブライトでセントマイケルの、そうですよ、それ持ってくれ、はい、これ何、ベイビーちゃんの。そうですね、ベイビーマイケル、ベイビーマイケル、これ可愛いですよね。これとセントマイケルオーダーの時はまだ、はい、あんまよく分かってなくて、なんかどんなんだったらいいんだなと思って。そうですね、まあ、僕はこれをもう個人オーダーしてたんですけど、でもやっぱやってみて、単純に僕が可愛いと思ったやつ入れた方が、はい、お客様にも喜んでもらえるなって。セントマイケルっぽいやつ
ね、結構あれ仕切り取ったんですけど、はい、やっぱりこうセントマイケルっぽいっていうよりうちっぽいやつがいいっていうので、うん、これうちっぽいっすよね。これはもうすごくよく着てます。僕も狙ってましたね。このお尻が可愛いので、ね、スウェットパンツを集めていきたいと思ってます。で次は次さ、あ、帽子忘れてた。あ、揃えたんですね。そうです、このベビーマイケル、ベビーマイケルで揃えたんですよ。コンプリートですね。ベビーマイケルだ。帽子をかぶるね、休みの日。お店でかぶってないんですけど。確かに買ったの忘れてました。ベビーマイケル、え、かぶってるんですよ。買ったの忘れてました。で、あの最近気に入ってるのがこのリコイスマスク。あ、黒はね、だいぶありましたけど、黒をずっと持ってましたけど、このグリーンと、パールとナチュラルを、この4色にもなりました。これはもうやっぱいいです。吉尾久保もあの3つ集めましたけど、このマスクがやっぱり今一番気に入ってます。形がいいですね、すごい、はい、かっこいいです。で、リックつながりで、白上下、おー、ナチュラルコンビということで、フォガーシンカラーですね。そうです、今季カラーかなっていうので、まあもう次出ないかなっていうカラーリングなんで、これおすすめ。あ、もうこれも作ったんだよ。このレベルティは前の、プラムに続きレベルの BA 作りました。店頭では販売してないです。店頭では販売してない、個人オーダーすぎて、こんなもんほとんど買う方少ないんで、はい、で、まああと小物ばっかりなんで、この缶バッジ、ダブレットね、いつも買いたいと思うんですけど、はい、僕にはもうおしゃれすぎて、本当に買えるもんがないんで、ダブレットはこの缶バッジをトマトとオレンジ買いました。へえ、じゃあ次のやつも買わないとですね。いや、次のやつは僕にはグッと来ないんで、いいです。欲しい方に買っていただいたら。僕はこのフルーツの方がもう奇跡だなと思って、キウイすごい悩んでます、はい、キウイ悩んでます。コンプリートしたいです、ね、コンプリートしたいですけど、キウイ何につけていいか僕もやっぱ分かんないです、僕の鮮度では本当に。今日のデニムじゃないですか。いやいやいや、あんまり意外とね、穴開くの嫌なんですよ僕は。とあとソロイストティーです。今回の、ポーザープレイ、これすごいいいなと思って、これのスウェットパンツも買おうと思ってたんですけど、まだ入ってきてません。もう入ってこなくていいです。カミングスーンですか。もういいです。もう頑張って作ってくださいと思ってます。で、あ、それそれさ、このグラスホルダーもナスサングラスかけるんで、グラスホルダーがありました。もうメッキ上げてきてます。いい感じに上げてきました。と、このベルト、これサリバンのベルトですごくいいですんで、フレームベルト、このハイウエストにするベルトずっとなくて、うん、確かに、はい、もう普通のサリバンの30いつもやってる4だと細いんで、32をちょっと作りました。これでぴったりです。サリバンのベルト今期ね、評判いいんですよ。どれもいいです。これもフレームもちょっとお値段しますけど、抜群にかっこいいんで、ぜひというところで、あ、はい、あ、でサリバンのこのずっと誰も買わずに残っていたネックレス、ネックレスをキーチェーン、そう、ネックレスにはならないんだよ、この前キーチェーンとしてつけたい。その使い方がリアルですよね。そう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 、なんかウォレットとかっていうほどやっぱこうハードじゃないので。そうですね、これロングありますよね。ロングをぜひ欲しい方はオンラインで載ってますので、使ってください。なんかにこうかけると可愛いですからね、っていうところですよね、僕ね。はい、めちゃめちゃあります。いや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 、爆買いですね、すごい。いやいやいや、小物ばっかりですよ。小物ばっかりです。佐藤くん、行きましょうか。はい、とっておきの、いや、まあまあ、先にちょっと前置きいいですか。僕、そんな今欲しいものないっていうのが正直な気持ちで、何買っていいか正直わからんなっていうのがあるんですけど、はい、その中で、はい、この T シャツを買いました。あ、 TH、 はい、 TH の T シャツ、 TH のずっと残ってたやつね。そうです、そうなんですよ。あ、
なんか白黒単色はいらないし、今そう思うよ。なんかそう、あのすぐすぐ買う必要本当なくなってると思うんで、物も後からじわじわ来ることが多いもん。これもだって後で買ったもんね。あ、そうですね、うん、あの何海外キャンセル分で、はい、ちょうど気持ちがその時で買ったらいいと思う、うん、それでもなんか焦らなくていいと思うよ。欲しい時に欲しいものがやっぱりいいじゃないですか、うん、本当そう思いますよ。で、これを買ったんですけど、まあ、僕めっちゃ気に入ってます。色もそうだし、うん、やってまああのセントマイケルとかのちょっとヴィンテージの要素もあって、うん、すごい新鮮なアイテムなんですよね、うん、サイズ感もいいし地厚だし今着たい感じじゃないですか、ね、今着たい感じです、ね、その時よりもこれだから冬だったもんね、はい、そうですそうです、うん、冬だったんで、まああともう一つ、まあ、ちょうど今ブランドポップアップ中ということもありサングラスを。いやそれいいよな、はい、これはめっちゃ気に入ってますよ、ね、これは今回ちょっと同じフレームの形でもうちょっと濃いレンズ中心になってますんで、はい、これは本当に似てます、まあ、形僕の顔もなんか僕多分主ながれなんでこの横幅広いのが合うと思うんですけど、まあ、そんな方にはこのスクエアのりあの形がおすすめっていうフレーム太めがいいです。ポップアップゴールデンウィーク開催してるそうですね、はい、これ、はい、サングラスお困りの方はねあの2点っていう、はい、いやいやいや、でも佐藤さん本当もう他社さんで他社さんでもうねすごいですもん、ね、いやいや勝手な佐藤さんメンズカレーだもん佐藤さんそろそろこっちます。佐藤さん奥へいやいや本当勝手ないです。僕はちょっと気になるアイテムはでもいくつかあるんですよね、はい、密かに実はあるんで、はい、買い集めできたりとビッグオーエスもポップアップ中ですから。そうです、はい、ビッグオーエスもちょっと気になるアイテムあります。ただ高いから悩んでるって感じなんで、はいはい、ゴールデンウィーク中になんか追加で買うかもっていう感じで、そうですね、はい、ね、遊びに来たお客様は佐藤さんこれ買った方がいいですよって逆に逆のご提案もお待ちしておりますって感じで買っちゃうかもしれないですね、はい、そうです。まあやっぱり買い物って楽しいっすね。まあそうね、洗い替え必要になりますしね、トップそうですね、Tシャツはね、そうです、はい、やっぱどうせ T シャツねいつも結局着ますから、はい、まあ、ゴールデンウィーク真っ只中でね皆さんも買い物を楽しんでいただいているので、まあ、僕たちも買い物を楽しんでますよっていう今回は YouTube でした、はい、まあ、いつもの動画とちょっと違ってだいぶラフな回になりましたが、いやいやいや、どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい。